格闘技っていうのはね、殴る剣も全部入ってるんですよ。全部入ってるんですよ。関節技も殴る剣も投げるもん。まあ、この前相当激しい試合になりそうですね、しかし、全然でも。そうですね。まあ、激しい試合になるのはもちろんですけどね、その中にあるもんっていうのをみんなよく見てください。あの、これはね、俺も藤原さんもね、あの、他のレスラーとも全然違ったね、意味で、お互いにね、もう敵としてもう完全に 敵なんだけどね、やはり、あの人にも俺もすごい認めるところあるし、またあの人も俺の面には、ね、俺の中には、まあ、あの人の下でやったということでね、いろいろ手取り足取りしてもらうことで、あの人もいろいろ俺を知ってくれてるしね、だから、そういう面でね、格闘競技としてのね、激しさをね、知らないように出してきたと思います。決して喧嘩じゃないようですね。いや、一般のお客さんに見たらが見たら喧嘩に見えるかもわからないけどね、その喧嘩の中にもね、テクニックがあるってことね。なるほど。それを見てほしいです。あ、そう見てね。喧嘩ファイトをやるってことだよね。でもただの喧嘩ファイトじゃないってことだよ。前田さん、俺は藤原に聞いたんだけども、前田の欠点は俺が一番よく知ってるって言うんだよ。もちろんです。弱点ね、うん、もちろんです。俺はそれをよく分かってます。それが焦点になるんじゃないの、今度の試合が。そうですね、それは分かってますよ、俺は。でもね、もう俺もこうしてね、なんか、まあユニバーサルの試合はいろんな人が働いてますよね。もう俺もその人たちの生活を支えるためにね、まあ、新日本にいるときはね、自分のことで考えてね、やるわけですね。今としてはもうそういう責任感もあるしね。まあ、腕の一本を折られたところでね、ギブアップしないと思います。逆に折るつもりで戦いますか。そうですね。だから、まあ、藤原さんは、まあ、折るとかなんとか、まあ、言ってますけどね、これには4つの手足があるんですよ。一本折られても、あと3つ残るという。そうです。もう、こびなきゃいけないようなレッスンになるんだったら俺はあります。